スマイルサミットチャンネルは今日あれでしょ、好きなものの話ができるんですよね。どういう話していいの？思ってるじゃないですか。遥かなる時の中で乙女ゲームですねの話をします。フェガイさんたっての希望の、いや、そうそうそう、前番組でもね取材に行きましてね、最新作の。でももう光栄テクモどれだけ素晴らしいクリエイターがいるんだってことを全体で感じた回でしたね。栗林さみが、はいはい、特に好きな、うん、遥かなる時の中でのベスト3を。分かりました。じゃあ第3位、遥かなる時の中で7。これ最新作ですけどね、これは戦国時代が舞台になっているもので、遥かなる時の中で全体的に、主人公が過去にタイムスリップしてイケメンたちと恋をしていくってものなんですけど、セブンは戦国時代。いや、これがいいのよ。プレイしたもんね、体験版を。取材行く前にそれだけはマストでっていう連絡が栗林さんから来て、うんうん、体験版はそうでしょ、いろいろ有名な人出てきたでしょ。そうですね、うん、そもそもね、やっぱ歴史上の人物だから。あ、そうそう、真田幸村とかね、はい、出てきたんですけど、はい、まあ豊臣方か徳川方かっていうところで、まずどっちなのっていうのと、あとはもうとにかくボリューミーで、もうこれさえプレイすれば、まあ一粒で三粒四粒美味しいくらいのボリューミーな内容が楽しめるっていうのが、まあ、まずセブン。まあ、なんといっても夢叶ったしね、これのおかげでね。実際ね、作ってる方々のお話を直接。そうそうそう、いや、もうね、一生の宝物なんで。見たことのない栗林さんが。そうそうそう、もう超緊張してね。超緊張してたよね。いや、もうなんであれがまずね、セブンが3位です。じゃあ2位っていいですか。はい。はい、2位がこれ。遥かなる時の、もう私は彼らと一緒に今この画面に映れて幸せです。そう、まあこれが遥かなる時の中での一番スタートの作品なんですけど、え、綺麗じゃない？綺麗ですね。こうやって見ると、これ描いてるのが水野透子先生っていう漫画家の先生が描いてて、キャラクターデザインも水野先生なんだけど、あのまさにこの絵で漫画も連載されてて、漫画がまたいい。漫画はそのストーリーなんですか？そう、まあこれ平安時代なんだけど、最初はで、それをまさに、ね、これネタバレができない程度で言うと、まあ主人公はここに書かれてる8人と恋するんだけど、誰選ぶの漫画版はっていうのを楽しむ。だけど私はずっと推してたのはこの下の2人、安明さんと永泉さんです。この永泉さんが初登場の巻があって、琴の怨霊と戦うんだけど、その時の永泉さん の人となりと、あとこの安明さんのめちゃくちゃピュアな感じっていうのがめちゃくちゃ推せるので、まず漫画を読んでいただいてゲームをプレイしていただきたいなっていうのがこの無印です。で、なんといっても一番好きなのは3、常々もうこれはもうずっと言ってる源平合戦が、リスナーの人とかもなんかそうよくメッセージをそういただいたりも、3はなんかねらしいですね。そうそう、3は源平合戦だから義経とか弁慶とか出てくるんだけど、確かに義経推しのリスナーさんがいて、お手紙も実はいただいて、メッセージ以外にでね、やっぱりね、ファンはやっぱり3なのよ。もうずっとプレイしてる人からすれば3で、もうこれがね、いろいろこうシステムも新しくなった転換期だったの、3っていうのが。でタイムスリップできるっていうのが一番だね。なるほど。そう、そもそもは話は続いてるんですか？1、2、3って。
そこの話になるとじゃあ大丈夫です、じゃあいや、話させろ一応一言だけ言うと、はい、主人公が過去に行って巫女になるのよ。でその時代がいろいろ大変なことになってるからそれを救うっていう全体のストーリーは一緒なんだけど、人も時代も全部変わる。なるほど。そうで、その3の場合は源平合戦に行って、まあ、源氏型なのか平家型なのかに行って、こうまあどっちかを救おうとするわけだ。あとまあ自分の好きな人を救おうとするわけだ。で、はい、そのために、まあ、これまではそういうシステムなかったんだけど、まあ、1ヶ月前とか2ヶ月前とか何年前とかにタイムスリップして、でその自分の推し、まあ、まあ好きな人よを救うために戦うってシステムができたのが3で、白金のバッドエンドをやってほしい。なんでハッピーエンドじゃないんですけど。あのね、あの白金は脇キャラなの。この8人の中に入ってないキャラクターなんだけど、うん、まあこれがまた、まあ、忠実な従順な男で、いやもちろんハッピーになってほしいんだけど、そのエンドっていうのがもう全てのゲーム界、漫画界、映画界全ての中でも一番尊いバッドエンドだから、もうこれやってる人はわかるけど、週3白金バッドエンド、週1日の絵くらいがちょうどいい。もうそれもうほんとそうやって青春時代ってずっと何年も過ごしてきたから、もう1年やっても飽きないよ、そのローテーションで。バッドエンド、そうバッドエンドさんだから、白金のバッドエンドさん、日の絵1、日の絵はハッピーエンド1。巻くんじゃないよ。ということで、あのぜひこれはね、あのやったことない人にもやってほしいな、とりあえずスタッフにはやってもらうんで、これはね、ということで、わー満足ー、あ、スマラサミットも来てください。ありがとうございました。